はい。でここでですね、海といえばこんな犬さんが出てくる。これピノパパさんという方なんですけれども、サーフィンが大好きな愛犬。だからこれは我々審査してて、なんだこれ。神奈川なのかと。これは主役が犬なんですかね。で何を再発見してるの。スタジオの皆様。ちょっとはい、エミリさんの声じゃないですか。中山エミリさんですか。皆さん。今はい。どこですか。鵠沼海岸のサーフィンしてるワンちゃんの写真ご紹介いただいてますか。はいはい。そのそばにいらっしゃるの。私はですね、そうなんです、はい、そのワンちゃんのところに会いに来ちゃったんです。地図上で鵠沼海岸で、早速で、はい、相模湾、はい、レポートさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、ね、写真で見るだけでもなんだかワクワクするワンちゃんのサーフィンなんですが、ここで生で見られるということなんですよね。そうなんですよ。ぜひご覧いただいちゃいましょう。こちらです。お願いします。さあ、わかりますか。耳の長いアイリッシュセッターのワンちゃんが颯爽とボードに乗ってやってきました。そして砂浜にたどり着いた。素晴らしい。さあ、こちらおいでください。お疲れ様です。よろしくお願いいたします。はい、藤沢市にお住まいの塚原和弘さんです。はい、塚原です。よろしくお願いします。そしてこの素敵なワンちゃんのお名前は。はい、ピノッキオです。通称ピノって言ってます。ピノくん。はい、でこのピノくんは、はい、なんと毎年夏に湘南海岸で開かれますサーフィン大会の全国的にも珍しいアニマル部門で3年連続チャンピオンという素晴らしいワンちゃんなんです。はい、そうなんです。珍しいですけど。はい、サーフィンを始めてどれぐらいなんですか。はい、ピノはおよそ、4年目でを迎えます、はい、何歳なんでしたっけピノ君。もう4歳です。ほら、4歳で4年のキャリア、はい、すごいキャリアですけども、はい、ね、ウエットスーツにもこうピノ君ってお名前がね、すごい素敵書いてあるんですけど、はい、人間だとねちょっと寒いとか分かるんですけど、はい、ワンちゃんもやっぱこう寒さとかあるんですかね。はい、やっぱこれを着てないと結構寒がったりして、はい、濡れちゃうと。中は濡れないんですか。中濡れないんですよ。見せていただきましょう。見ますか。はい、じゃあちょっと開けますね。キノコお邪魔します。はい、どうぞ。あ、ほんと、はい、全然濡れてない。サラッサラ。すごいですね。そしてあったかい、はいはい、ね、ウェアもさることながらもう、ね、はい、道具がね、そう、ボードも気になるんですけれども、はいはい、ボードも、ボードこちらに、はい、このボードなんですが、こちらは何かこうピノ君用にカスタムしてるんですか。はい、これは、サーフボードの上に乗るデッキパッドっていうものを、はい、貼って滑らないくしてある。この赤い部分がそうです、はい、そうです、はい、ね、もうそのワンちゃんが乗りやすいようになっているということなんですね、はい、さてここでですね、突然なんですが、番組では各中継ごとにクイズやアンケートを実施しましてですね、皆さんに神奈川の魅力をより楽しんでいただきたいと思っております。テレビをご覧の皆さんはリモコンの、色ボタンで、はい、参加していただきたいと思います。1問目クイズと参りましょう。クイズです。ピノ君がサーフィンを始めたきっかけは何でしょうか。いきますよ。青ボタン、もともとスケートボードが得意だった、はい、赤いボタン、ご主人がサーファーなので海の中についてきた。緑のボタンです、海を見ると怖がっていたのでそれを克服するために始めてみた。さあ、黄色いボタン、自分からなんとボードに乗ってしまったということで、皆さん考えてみてください。制限時間は30秒間です。シンキングタイムスタートです。はい、さあその間にですね、はい、このピノ君のお友達のサーフィン犬が他にもいらっしゃるということで、見てみましょう。その巧みな波乗り見えますかね、はい、あ、いました、いました、いました。いる、今いい波を待ってるんですかね、はい、ボーダーコリー、はい、そして同じピノ君と同じアイリッシュセッターが来た、来た、乗るか、はい、乗った、乗った、お、そして、あ、素晴らしい、飼い主さんとタンデムで、飼い主の方とちゃんとタンデムで乗ってきましたよ、素晴らしい、タンちゃん頑張って、あ、もう一匹、タンちゃん、あ、タンちゃん、タンちゃん、タンちゃん、頑張りましたね、はい、いや、でも見事ですね、ワンちゃんたちのサーフィンでね、なんだかワンちゃんも楽しそうですもんね、はい、もうやめられないぐらい楽しいです。はい、さあ時間がやってまいりました。集計結果出ているようですが、答えをまいりましょうね、問題はピノ君がサーフィンを始めたきっかけは何だったでしょうか。答えは黄色、自分からボードに乗ったでした。乗っちゃったんですか。乗っちゃったんです。、はい、
あの、はい、サーファーの友達のボードにぴょっと飛び乗っちゃって、うん、それからです。いや、素晴らしいですね。はい、それで、このね、はい、ピノ君がサーフィンを始めたことによって、はい、塚田さんご自身変化っていうのありましたか？はい、ありました。あのまず僕がサーフィンできるようになったこと。え、逆ですか？はい逆です。サーフィンそれまでされてなかった？してなかったんですよ。ピノ君が先輩に当たる。はい、そしてあ、それとあと知り合いがたくさんできたということが、はい、ピノ君のサーフィンと、そして塚田さんのサーフィンを始めることによってこんなにたくさんのお友達が増えました。すごい、ワンちゃんたちもいるし。ワンちゃんすごい、あら、まあまあすごいことになってますけども、あのね、今サーフィン見せてくれたワンちゃん他にもいましたけども、はい、やっぱり難しかったですか、最初始めるのは？そうですね、最初、まあ、海は好きで泳ぐばっかりで、やっぱ泳ぐのとサーフィン別物っていうのがなかなか覚えてくれなくて大変でした。このボーダーコリーのビビちゃん、そしてね、同じアイリッシュセッターのね、はい、おトリシアちゃんですが、はい、これピノ君と一緒にもうお稽古練習されてるんですか？はい、あの頑張ってます。まだまだ頑張ってます。まだ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 初心者ですけど頑張ってます。でも頑張ってましたよ今日もね。はい、で、やっぱりこう皆さんで、ね、集まってワンちゃんも一緒になってこの波に乗るっていう魅力なんですか？もう本当一体感っていうか、もうワクワク感っていうか楽しくてしょうがないです。はい、もう本当ワンちゃんたちがもう早く行こうよっていう感じがもう今から伝わってきますよ ね海の方に向かって、ね、走り出しそうですから、うん、せっかくですからもう一度皆さん見せていただけますか？はい、はいはい、じゃあピノ君もお願いします。よろしくお願いします。はい、行きましょう。おー、いやーすごい、ね、ピノ君いってらっしゃい。よし、はい、お願いします。お願いします。さあ行きましたよ。でも本当にこうやってワンちゃんを通して仲間が増えるって素敵ですよ ね、こうワンちゃんが、ね、ボードに乗るのって怖がるのかなっていう、ね、気もしますけど、喜んで乗っていくっていう、ね、すごく楽しい、もうすごいよ、ね、ここはワンちゃん祭りのようになってますけど ね、私たちね、この後また学生たちでにぎわう場所に移動してお伝えすることになっております。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。やったクゲルマ海岸の皆さん、どうも寒い中ありがとうございました。でも犬は寒くなさそうですね。だって尻尾振って喜んでましたもん。喜んでました、すごくいい、はい。